1862年江戸築地鉄砲巣、中津藩中屋敷内の蘭学塾、慶応義塾の発祥。画面中央左側月山下の平地図中央に、新瀬座町とあるのが、慶応義塾にあたり、東には、浜御殿がある。江川英竜の江川太郎左衛門鉄砲長連所が隣接しており、この江川家屋敷に、文塾があった。終わりや聖七藩芝田越大図。 慶応義塾は日本の学校法人。福沢諭吉が1858年に中津藩江戸藩邸で開いた蘭学塾が起源。シンボルマークはペンマーク。解体新書18世紀後半の中津藩江戸藩邸では第三代藩主奥平正香のもとで本草学や蘭学研究が行われた。明和8年。 青木昆陽の門人である歯に、前の良宅が、中川淳安、杉田玄白と、解体新書の底本となった、解剖学書、ターヘル・アナトミアの解読を始めたのは、この中屋敷内であった。その同じ中、屋敷内に80年余りを隔て成立した、蘭学塾が、慶應義塾の原点である。その後、藩主が変わった中津藩では主に国学。 感覚が重視され、幕末の反省改革では、長崎の警備を任ぜられた。三重海軍省を設置した、鍋島乾燥港の非前藩や薩摩藩といった、西南の夕藩から見ると、中津藩は、立ち遅れた状況にあった。佐久間昭山像、敵塾幕末の中津藩江戸藩邸では、当主、奥平正元が、江戸潮止めの上屋敷に居住し、 祖父で、薩摩藩島付より、養子に入った、奥平正隆が中屋敷に隠居所を構えていた。正隆は、乱壁大名と評されていたが、単なる物好き程度ではなく、日乱辞書、乱語訳船の観光に尽力するなど、本格的な乱学研究者であった。その影響があってか、後に統計学者として、有名になる、杉孝治が、中津藩に招かれ、 中屋敷において、藩士に、蘭学教授を行っていた。ところが、1853年のマッシュベリー黒船、来航の時、米国の開国要求に対する江戸幕府の対応を、めぐって、正隆が7月に開国論を、翌月当主の正元が、鎖国論を主張した。この両者の対立は、藩の中を二分にするほど、大きな対立を生み、その後、 杉ぎ二の辞任を引き起こす結果となった。この時、中津藩法術師範を務めていた、佐久間正山の下で、西洋法術を学んだ、中津藩士、岡か彦蔵は、蘭学教育の継続を強く望み、知人の薩摩藩案に、松木博安に、安政二年の大地震で失った、住居の代わりとして、岡か所有の築地小田原町の持ち屋を無償で貸すことを、 条件に、蘭学教授の仕事を依頼した。しかし、安政4年4月になると、松木は参勤交代による藩主の収国に辞意として、随行することになり、蘭学教授の仕事を続けることができなくなった。そこで、当時大阪の敵塾で塾長を務めていた、福沢諭吉に、白羽の矢が立ち、福沢は、 藩から江戸での蘭学教授の仕事を命ぜられるに至ったのである。現在、海塾の地の近くには、創立100年を記念して、慶応義塾発祥の地記念碑が建てられている。1839年に海塾した、正山書院及び江川英流の、に山塾等の旧市塾の流れを汲む。慶応義塾発祥の地記念碑1858年。 中津藩より、江戸築地鉄砲巣にあった中津藩中屋敷内での蘭学教授を命ぜられた、福沢諭吉は、塾長として蘭学を学んでいた敵塾がある大阪から、早速中津に戻り母に報告。大阪に戻って、助手を務める同行者を求め、岡本周吉、足立博原田雷蔵らを連れて、同年10月中旬、江戸に到着した。福沢の書簡によれば、 当初は三、四年の人気と心得ていたようである。塩止めの上屋敷に出向いた福沢は、江戸上府の藩士、岡見彦像の指示で、中屋敷の長屋を与えられ、そこで蘭学を教えた。足立博士や、今泉峰の階層によると、長屋は二階建てで一階は六畳一室と、台所など、二階は十五畳ほどであったという。開塾当初の協力者は、村田蔵六の、 急遽堂から移ってきた、桜藩の沼崎美之助、沼崎渡助、久留米ハニー、松下元香る、中定勝、山口良蔵など、やはり敵塾に連なる人物が多い。ロンドン万博を見学する幕府使節団2008年に、オランダで発見された、福沢諭吉の写真安政6年の冬、福沢諭吉は、日米修好通商条約の批准交換のために、 施設団のメンバーに加わり、米軍艦砲破たん号と共に航行する管理丸に乗船して渡米した。施設団がワシントンを訪問している間、福沢はサンフラニシスコに3週間ほど滞在し、修理が完了した管理丸で、ハワイから日本に帰国した。文久2年1月1日、幕府は竹内下野守を生死とする文久剣王施設を栄冠。 オーディン号で欧州各国へ派遣することとなり、福沢も翻訳法として、これに同行することとなった。同行者は、松木広安、三栗周平など。一行は、仏、英、蘭、広氏、露、穂の各国を歴訪し、イギリスでは、大英博物館やロンドン万博などを見学して、多くの知見を得た。慶応3年、福沢諭吉は、施設主席。 小野智五郎と共に、幕府の軍艦受取委員会の随員として、郵便船コロラド号で、横浜からサイトベーしホワイトハウスで、ジョンソン大統領との越見を果たした。この間、中津藩士、島津祐太郎宛の書簡で、大量に英章や物理書を塾に持ち帰ったため、塾生が同じ半本を持って授業が受けられるようになり、それまでの教授法にも新期限を開くに至った。 吉田健介松山宗庵と、小畑徳次郎古川正夫文久元年冬から同三年秋までは、芝新ゼニ座の借屋に塾が置かれていた。この塾がいつ、築地鉄砲巣から移転したかについては、足立博士の回想にもはっきりしない。福沢はすでに、江戸上府の中津藩士となり、江戸幕府の外国方にも出資しており、この時代は判明による、 塾教師から本格的な学塾経営者への移行期と捉えられている。入門帳の記録が始まったのは、文久三年の春からである。文久三年秋から1867年末まで、中、屋敷内旧藩主院居所に塾が置かれていた時代を言う。文久三年9月23日に、幕府より諸藩へ、出府藩主の江戸市中住居禁止命令が出され、これを受けて、 福沢も判定内に戻ったと推測される。この移転について、福王寺殿には何も経緯が記されておらず、格式をおもんずる中津藩としては幕府に出資する、身とはいえ、旧藩主の隠居所を許可するとは考えがたく、藩側に対応を進める意図があった。この時代の学塾運営は、英国の公立学校を参考に、中津駅教師、小畑徳次郎、小畑神三郎、 服部朝之助、小のす次郎、浜野て次郎、三輪はまのさだしらを連、れ、横浜の外事新聞の翻訳、諸藩から依頼の翻訳、仙台藩の大荒は篠田だおっとを通じた奥、上えつれっ同盟との関係などが見て取れる。また、幕府の改正書から移ってきた、永田賢介によるとこの頃の塾の蔵書は、 経済、修身、物理、科学、リーダー、地理、歴史のタグと通り備わり、ウェブスター大辞典のごときも数十部もあったといい、幕府の学問書と同等の水準があった。後期鉄砲巣時代に、奇襲藩から判明を受けて同藩が、建築費用を負担して儲けた塾舎。藩の有力者、岸士会郎が鉄砲巣時代から、 優秀なる指定を選抜して塾に送り、慶応2年の冬頃、奇襲藩から一時に、多数の学生が入塾することになり、従来の塾舎が狭くなりこれを収容しきれなかったので、奇襲藩では、奥平藩邸内に別に一棟の塾舎を建築し、同班の学生をここに寄宿せしめることになり、邸内ではこれを奇襲塾と称していた。和歌山藩の入塾生は、 源氏元年9月入塾の薄木哲太郎を最初とし、慶応元年3名、慶応2年10名、慶応3年12名の入塾を見ている。中でも騎州徳川や第15代当主、徳川頼道は、三宅米吉、英国人のアーサーロイド、米国人のウィリアム・エス・リスカムラに支持して、漢学と英語を収め、鎌田栄吉からは、精神的な訓導を受けている。 慶応4年1月から明治3年末までの再び、芝新ゼニ座に塾が置かれた時期を言う。塾舎は前期とは異なった場所で、新たに、越前丸岡藩有馬家の土地400坪を購入した。慶応3年6月に鉄砲水帯が外国人、居留地に指定され、中津藩中屋敷も立ちのかねばならなくなったため、木村節森とそのよ人。 大橋栄治の世話で有馬屋敷を購入することができた。慶応4年には元号を取って、慶応義塾と命名。同年4月頃までに奥平屋敷の長屋をもらい受け、約150坪の塾舎を400両ほどの費用で完成した。授業はすでに必要性を用い、教科もなどを設置、数理を基本とした、授業体系を確立した。 1865年頃の熟成数を示すものとしては、同年6月6日に入塾している立田川の階級団にて、私の出府当時の江戸の洋楽会は、柴新瀬二在川塾、下谷三作塾その他23あれど、生徒の数は、大抵23人多くも56人、義塾は22、3人の熟生あり、まず江戸にて一等盛んな洋楽塾と表して、差し支えない。 とある。入塾生の傾向から見て、現時元年までの入塾生数が、ごく少なく、なおかつ、九州出身者がその7割を占めるといった傾向を、示していたのに比較して、この頃は入門者も月平均4.38人となり、判別に見ても、九州の比率が、相当低くなってきている点などから推察すると、この頃から、すでに慶応義塾は、江戸では、 最大の洋館学塾の館を停止始め、九州出身者中心の塾といった傾向から、全国的学塾に移行した。旧島原藩の中屋敷黒門福沢が、発信チフスにかかったことから明治4年初頭から三田へ、移転を開始。三田は、島原藩邸のあった、高層な地域で、これまで新ゼニ座を中心として、奥大来屋敷や吉田健介の上杉や座部邸、 柏木忠敏の圧戦による、江川太郎左衛門長屋や、その他寺院などに分散していた宿舎を一つに、統合できた。在学生323名、東京府下における最大の私塾となった。移転後芝新ゼニ座の校地を、近藤誠の工業塾へ譲り、現在は、福沢近藤寮を学ぶ塾跡の石踏みが立っている。明治6年5月、 慶応義塾を訪れた福山藩の藩主江際に水も、塾本、島原皇帝、在見た、地政、高僧、前林品川会、放台在木前、右餅、品川後の山、左餅、江戸初地、皇居また左近、しかも与え行き氏市灯籠並行動の老、皆勝家、長望、遊活美礼とサタしている。新世座時代から、 慶応義塾医務部がすでに設けられており、薬品や医学者を揃えた。近藤義重安藤正種、伊藤玄徳、田代貴徳、栗本透明といった医学者を育てている。各教育機関の詳細な遠隔については、各教育機関の記事を参照。福沢諭吉福沢と塾生たち慶応義塾第1、行動1891年。 慶応義塾運動会競争の図百8 9 4年、創立50年記念図書館の開館式見た、大行動館と大震災以前の姿、日吉第二校舎旧制時代に医学部予科校舎として建設された。北里博士記念医学図書館、藤原銀次郎旧制4学校記念碑創立100年記念切手普通部通り、八神キャンパス。 湘南藤沢キャンパス芝協立キャンパス慶応義塾の三藩とは、幕末維新期に慶応義塾を支えたゆかりのある三つの藩。紀州藩、越後長岡藩、中津藩の三藩を指す。入塾した藩士は後に塾長や養殖を歴任しているため慶応義塾の基礎となっている。廃藩治験後の1880年までの生徒の割合は、 越後長岡藩、紀州藩、中津藩を中心とした氏族が1中八89であった。越後長岡藩単身上京して新ゼニ座に入塾した富士の禅の影響が大きいと伝えられている。長岡藩は母親戦争後に藩校スト子特館などで教育改革を進めて江戸の慶応義塾に多くの学生を送った。この結びつきは 第三次として、維新後の長岡を指導した三島奥次郎が、福沢諭吉の思想に共鳴し、交流が密であったことも一因であった。紀州藩藩の有力者、岸士海一郎が鉄砲巣時代から、優秀なる子弟を選抜して塾に送り、慶応2年の冬頃、紀州藩から一時に、多数の学生が入塾することになり、従来の塾舎が狭くなりこれを収容しきれなかったので、 紀州藩では、奥平藩邸内に別に一棟の塾舎を建築し、同藩の学生をここに寄宿せしめることになり、邸内ではこれを紀州塾と称していた。和歌山藩の入塾生は、源氏元年9月入塾の薄木哲太郎を最初とし、慶応元年3名、慶応2年10名、慶応3年12名の入塾を見ている。中でも奇襲徳川や第15代当主、 徳川頼りは、三宅米吉、英国人のアーサーロイド、米国人のウィリアム・エス・リスカムラに支持して、漢学と英語を治め、鎌田栄吉からは、精神的な訓導を受けている。中津藩中津藩は、福沢諭吉の出身藩であり、言うまでもなく、学問の主流を成した藩である。藩主、奥平正幸、藩公神治む藩、武全国から、 多数の藩士が熟成となった。2006年11月、慶応義塾は、学校法人協立薬科大学と合併についての協議に入った。その後、両学校法人の間で協議が重ねられた、結果、2007年3月に両学校法人の合併を決定し、合併契約書を締結した。これに伴い、両学校法人では2007年9月までに、 文部科学省から合併認可を得、その後に協立薬科大学の廃止認可申請及び、慶応義塾大学薬学部、同大学院薬学研究科の設置認可申請を実施。これらの手続きを経て2008年4月に、両学校法人は合併し、慶応義塾大学に薬学部と大学院薬学研究科が設置された。両学校法人は、この合併には、 双方にメリットがあるとしている。慶応義塾大学にとっては、既存の医学部、看護医療学部に薬学部、薬学研究科が加わることにより、同大学の医療分野の教育、研究の一層の充実を図ることができる。一方、共立薬科大学にとっては、慶応義塾大学病院を使って実習を行えるようになるなど、より充実した環境の下で薬学に携わる。 人材を育成できるというメリットがあるとしている。天明7年、幕名により、江戸地を探検して、功績を上げた、近藤十三が同志と協力して、指定のために開いた塾を、白山義塾と呼んだのが、慶応義塾以前に見出し得る、唯一の例であるという。もう一つは、掛川藩主院、松崎行動の日記。 コー日ご読みの文政八年一月二十五日の上に、コーが、桑名藩の呪者、広瀬盲祭を訪れて、義塾のことを義詞とあり、そのには、寺門政権が、天保三年に表した、江戸半上期四天学校の校に、漢学外呪文の義塾とある記述である。つまり、中国では、義塾本来の語義は、講習のために、義援で運営される、学塾という意味で、 学費を納めないのが原則である。二これ学を世に広めんには、学校の規律を彼に取り生徒を教え道するお専務と、す。なおて我等の師匠を与えに計りごとて、私に、彼の教立学校のせいに習い、一職区の学者を設け、これを創立の年号を取りて仮に、慶応義塾と、名句、慶応義塾の木よりこれはおそらく英国の、パブリックスクールを指していると思われ、 要するに、慶応義塾は、中国伝統の義塾に、英国のパブリックスクールの内容を持ったものとされ、明治初期に創立した、東欧義塾や戦後創立の学校である、明徳義塾や塾である、明光義塾に義塾が用いられている講師となっている。天は、人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、慶応義塾大学東館に刻まれている、ラテン語で書かれた。 福沢のこと。なお、三田キャンパスステンドグラスにも同文が明記されている。慶応義塾には、慶応義塾の目的という文章が伝わっている。これは、1896年11月1日に、芝、公用館で開催された、階級会において、福沢幸吉が行った演説をもとに、福沢自身が書き直したものである。内容は、以下の通り。この一文は、 福沢諭吉が文下生たちに、あたかも遺言のごとくに託したもので、慶応義塾の真に目的とするところを最も、感銘に言い表したものと解されている。ビジネススクール1881年の、塾長職制度化後の歴代塾長一覧。慶応義塾規約により塾長は、慶応義塾の理事長と、慶応義塾大学の学長を兼ねるとされる。 現在の塾長の任期は4年で2011年の規約改正により再任は通算2期までとなった。慶応義塾の事務は塾管局が中心となって担当している。形式的には学児センターも塾管局に属する組織であって大学に属する組織ではない。未体外の各キャンパスに所在する事務室も塾管局の支部の扱いである。ただし、 大学病院のある、品野町キャンパスについては、従前は、医学部事務局が塾管局の支部として存在していたが、病院経営改革に伴い、大学病院事務局と品野町キャンパス事務室とに分割されている。塾管局の系統に属さない組織としては、学生総合センターやメディアセンター等があり、これらは、主として大学に属する組織である。近年は、 上記以外にも塾環局の系統に属さない組織が増加している。なお、慶応義塾の職員は、大学病院や、品の町キャンパス、八神キャンパスの技術系の職員を除いて、上記の組織の系統の違いに関わらず移動があり得る。慶応義塾は、日本の教育機関として、有数の歴史を持ち、さらに移転や大規模な建て替えを伴う。 再整備事業を行っていないため、由緒ある建造物が多数現存している。この節ではそうした建築物の中から特筆すべきものを紹介している。三田坂巡り散歩1871年芝、新ゼニ座より三年に校舎を移転した。これ以降三田キャンパスは、慶応義塾の中心地となる。三田演説館。 創立50年記念図書館など、歴史的にも重要な建造物が存在する。幻の門場と名石現在残る、石造りの門が設置されたのは1913年であり、それ以前は、旧島原判定時代の木造の黒い門が建っていた。2000年、東館の設置に伴い、道館アーチをくぐり抜け、左に曲がった石畳の坂道の上に移設されている。 坂道の端には、福沢諭吉が馬を繋いだ、馬と名詞が存在する。カレッジソングに、幻のモンハル、ワグネルソサイエティと応援団協作がある。演説館東海山慶応義塾図書館、旧館塾館極南校舎南校舎、天は、人の上に人を作らず、人の下に人を作らずの。 ひぶ東館南別館図書館新館南館内部しょかきぬけ南館新一万北ル社のグチガーデンにしこう大学院んこそのた21世紀、COE、プログラム、グローバル COE プログラム、ひよしキャンパスは1934年に、大学よかを設置したのが始まりである。第二次世界大戦中は、建物のいくつかが、海軍の施設として活用された。移転直後から、 敷地の地下に地下号が建設され、現在も残る。キャンパスの入り口に門は存在せず、キャンパスを囲む平和なく一部においては、市街地と境界が入り組んでいる場所もある。キャンパスは敷地面積10万坪を誇り、校内には貴重な自然が温存されている。日吉駅から日吉記念館に至る幅22メートル。 長さ220メートル中央道路脇には100本の銀南並木があり、紅葉の季節には市民の憩いの場となっている。銀南並木は1997年第7回横浜市町並み景観賞を受賞している。医学部予科校舎として1936年竣工。設計は、ソネ中条建築事務所で施行は、上東合名会社、清水組が行う。 構造は RC3 階建て。正面に円柱を持つ列中楼が存在する。建物の一部にはアールデコの装飾が確認される。強制環強制環強制管内部、吹き抜け旧記念館、藤山記念館経営管理研究科休校者。 教育施設宿泊、居住施設、構成施設、屋内運動施設、スポーツ関連施設、野外運動施設、その他1917年医学科予科が、三田に開設され、その後医学部の拠点を品野町に移転する。戦時中は、東京都北多摩郡武蔵野町に疎開し、戦後品野町に戻る。1995年までは、四ツ谷と呼ばれていた。 東門と西門を貫く通路を挟んで、北側に教育施設、南側に臨床施設が設置されている。臨床施設は一号棟、中央棟を中心に、枝のように各種臨床施設が付随している。施設は老朽化が進んでいる建物もあり、創立150年記念事業の一環として、建て替え計画が進行しており、2020年まで、 継続的に改修工事等が続く予定である。2018年3月、臨床研究棟、6号棟、7号棟の敷地部分に、新1号館が竣工リハビリテーション棟の建設が予定されている。新1号館2号館、北里記念医学図書館総合医科学研究棟、臨床研究棟医学部予防医学、教室臨床施設教育。 研究施設その他早々館アルファ館1990年、神奈川県藤沢市に、湘南藤沢キャンパスを設置、総合政策学部、環境情報学部を、開設2001年看護医療学部を、開設2008年、学校法人協立薬科大学との合併により、薬学部、大学院に薬学研究科開設芝キャンパス、浦和キャンパスが、 慶応義塾の施設として新たに加わることになった。2号館3号館、慶応義塾に関するカテゴリー。ありがとうございます。